こんにちは、電車太陽です。ちょっとですね、今日はなんか 1.5 の情報です。ちょっと遅いんですが、やの、まあ、1.5 なんで。まずです、ちょっとこれは音が大きくないと聞こえないと思うので、はい、草がこの音です。石がこの音です。はい、砂利がこの音です。木がこの音です。はい、あとですね、これ雪がこの音です。かなとこは何もなりません。ベッドは硬いです。はい、ベッドは石のように硬いです。はい、まあそんなとこに、はい、あとですね、ポーションの矢が追加されました。あ、壊しちゃいましたけど、矢をこうやりますって、ごめんなさい、やり方間違えてました。ポーションをつけてる。それでですね、矢をつけますと、はい、完成です。ピストンはですね、ついにピーでピストンが追加されまして、これこうです。こんなこともできます。ちょっとこうした方がかっこいい、かっこいいことができると思いますので、はい、じゃあ置いてみましょう。はい、ピストンです。あとピーだけの要素がありまして、このですね、ピストンを押すとです、はい、チェストが押せます。 PC ではできません。 PC ではできませんので、PC でやろうとした人ではできませんので、それは注意してください。ピストンへ、あとですね、これも P しかできません。ここを押すとです、カウントダウンを押すとです、はい、ピストンが動きます。カウントダウンがピストンの上に載せれます。これが観察者というブロックで、そのブロックだよね。あ、です。そのブロックは何に使えるかというと、例えばですね、こうしてたらです。結構、動力を伝えるやつです。はい。まあ、ここにですね、例えば、ブロックを置くと、はい、一瞬だけ開きます。はい、こんな要素です。はい、あとです、羊を倒したら肉が落ちるようになりました。こちらがですね、羊の生肉です。こっちが実はですね、ジンギスカンという方です。はい、ジンギスカン、これがですね、紐です。PC ではリードです。これが名札です。はい。これがファイヤーチャージです。はい。これが人参付きの棒でですね。これが馬の鎧です。実は馬も追加されました。なので、馬乗ることもできます。ここ飛び越えられますよ。はい。ここから、はい、こういうことができます。あとですね、ロバがいます。ついに役に立つロバが追加されましたね。 PE でもです。これは実はですね、ラバという名前です。ラバはですね、
馬とですね、ロバが、馬とロバに交尾させたらですね、生まれるラバです。はい。これがですね、1.9 で追加されたスケルトンフォースです。はい。これが、PC でもいるゾンビ馬ですね。ハスクがいません。モンスター全員消えてますよ。はい。このモンスターが、ハスクと言います。近づく、砂漠に結構いてですね。動くと、近づいていくとですね、空腹がつきます。はい。あとですね、ウィザースケルトンが追加されました。PE ではいなかったみたいです。はい。それでですね、ストレイという人が追加されました。はい。あ、燃えました。ストレイはですね、いろんな氷のバイオームのところにいます。弓に当たると鈍化がつきます。はい、ストレイでした。あとはですね、豚に乗れるようになりました。まあ、それは当然ですがね。ちょっとですね、追加要素が結構あるので。はい、乗れました。豚にブースターというのがついてんですが、ほんと、びっくりしました。ブーストというボタンを押すと速くなります。さっき何でしょうか？はい。このブーストを押すと、馬と同じスピードになります。はい。あとですね、マグマのテクスチャが若干変わりました。あとですね、ネザーレンガのテクスチャもちょっと明るいテクスチャに変わりました。はい。まあですね、タイトルへ行ってみましょう。プレイヤーを招待っていうのありまして。実はですね、ちょっとこうしますとフレンドが追加できるので、それでフレンドを追加して、友達のところを10人マルチとか2人マルチとかできますので、皆さんもぜひやってみてください。はい、まあとりあえず 1.5 の情報どうでしたか。はい、それではバイバーイ。